もし日本にベーシックインカムが誕生したら、 AI 人工知能の導入によって今後5割以上の仕事が失われると言われています。すいません。40歳を過ぎた女の子は減額制度っていうのを取り入れさせてもらってるのね。思春期になる大切な時期だろ。もうちょっと愛車ちゃんと一緒にいてあげろよ。あなたはもういらないんです。日本の中だけを見て世界のダイナミックな潮流を見逃していた俺の責任だ。